皆さんおはようございます。今日は2月の19日土曜日です。今午前10時ぐらいですね。いつものように私はですね、ここの田村市総合運動公園の、陸上トラックの周りをですねウォーキングしております。最近はねクロスカントリーコースの方が、雪が降ってちょっと歩きにくかったりね滑ったりするもんですから、今はできるだけこちらの方の雪のない方ですね、トラックの周りをですね歩いて、体の方の運動をしております。実は今日ですね、ここをね歩いてる方、私の他にもねいろいろな方来てるんですが、たびたびねお会いして、顔見知りになった方の中でね、とある男性の方がねまたお会いしましてね、一生懸命リハビリの運動をなさってました。この方はね5病気でね、足の方が不自由になられて、それでね、ここの運動公園にもう私とお会いするようになってから2年ぐらい経つんでしょうかね。その2年の間にね本当にびっくりするぐらいの運動能力の回復と、それから自立歩行ですか、これがねできるようになってきたようですね。で私も一番最初の状態知ってるもんですからね、とてもその姿を見て、感動しております。そしてまたとても勇気づけられております。皆さんもね今日はご本人の了解を得てその動画をねドローンでちょっと撮ったものをですねアップさせていただきましたので、ぜひ皆さんもご覧になっていただきたいと思います。以上です。でも寒いですね。はい、今日は以上で終了します。ご視聴ありがとうございました。